こんにちは、オーパス英学院のファーマンです。英検1級の長文問題のスコアが全然上がらなくて苦労している方って結構いると思うんですよね。そこで今日は英検1級レベルの読解力を手に入れるための3つの方法を解説したいと思います。ただ英検1級の長文問題を解けるようになるために単語量を増やしたり文法を覚えるっていうのははっきり言って当たり前のことじゃないですか。そこで今日はそれ以外で気をつけないといけないこと、やるべきことについて解説します。それでは始めますね。読解力を上げる方法その1は意訳をするな。柴田元幸さんっていう著名な文芸翻訳家の方がいるんですけど、翻訳っていう行為をこう説明しているんですよね。翻訳するという行為を視覚化してみると、ここに壁があってそこに一人しか乗れない踏み台がある。壁の向こうの庭で何か面白いことが起きていて、一人が登って下の子供たちに向かって壁の向こうで何が起きているかを報告する、そういうイメージなんです。ここで言っていることを簡単に説明すると、翻訳っていうのは他の人のためにする行為ってことですよね。で、翻訳をするっていう行為にはもちろん意訳も含まれますよね。そう考えると意訳っていうのも自分以外の人のためにする行為ってことになりますよね。だって意訳っていうのは本当に英文の意味を理解している人が理解できない人のために噛み砕いてあげることじゃないですか。だからこそ意訳っていうのは自分のためにするもんじゃないんですよね。英検1級の長文問題のスコアが低い人って文章の和訳作業がややこしくなると当てずっぽの訳をするんですよね。それってサイコロを転がしているだけじゃないですか。要するに運に任せているんですよね。もしかしたらその訳で合っているかもしれないけど、もしかしたら間違っているかもしれない。でも結局のところ多くの場合において運任せの訳は意訳とは呼べないんですよね。ただの誤訳なんですよね。でそうやって当てずっぽの訳をする人たちには共通点があるんですよね。みんなある作業をすっ飛ばすんですよね。それは直訳なんですよ。英検1級の長文問題のスコアが低い人ってなぜか直訳をしない時があるんですよね。英語のセンテンスを頭の中で日本語に直した時に少しでも違和感のある日本語になりそうになると、それを気持ちよく聞こえる日本語に無理やり直すんですよね。だけどそれは意訳とは呼べないんですよね。誤訳なんですよね。例えばどんなことをしてしまっているのか。英文を和訳してみたけど無生物主語がどうも頭にスッと入ってこない、だから主語を勝手に人間に変えるとか、原文は能動体で書かれているだけどその動詞を能動体のまま日本語に直すと違和感があるから勝手に受け身の表現に直すとかですよね。英検1級の長文問題がボロボロなのも当然ですよね。だって事実上本文の内容を勝手に変えてしまっているわけじゃないですか。まあ、それは間違えるわって話ですよね。で、この問題を抱えている人たちの頭の中で何が起きているのか。簡潔に説明すると、日本語のバイアスと意思の弱さが英文の忠実な理解を自己妨害しているんですよね。だからそういう人たちは運に任せて自分が気持ちよくなれる訳をするんじゃなくって、直訳をしないといけないんですよね。文章の内容を書いてある通りに想像しないといけないんですよね。で、それをするのが難しいとき、頭の中だけで処理しきれないときは書いて考えたらいいと思うんですよね。例えば数学の問題を解くときには数式を展開しないといけないじゃないですか。複雑な因数分解を暗算で解くなんて不可能ですよね。式を展開しますよね。それと同じように英語を読んでいるときに理解しづらいセンテンスがあれば、その直訳を変えちゃえばいいと思うんですよね。そうすれば音の響きとして不自然な日本語になったとしても文字として可視化できることで意味のつながりが想像しやすくなると思うんですよね。大事なのはこんがらがった情報を一回頭から出して整理することだと思うんですよね。だから皆さん、自分に甘い運任せの訳をするんじゃなくて自分に厳しく直訳をしてください。そして必要であれば書いて考えてください。読解力を上げる方法その2は世界史を知れ。2022年度第3回の英検リーディング問題ではネイティブアメリカンのコマンチ族について書かれた話が出ましたよね。で、それを最初読んだ時なんか似たような記事読んだことあるなと思ったんですよね。なんか正月頃に Google のニュースアプリで読んだことがあるなと思ってちょっと調べてみたら、僕が読んだアトランティックの記事はペッカ・ハマライネンっていうフィンランド人の学者が書いた Indigenous Continent The Epic Conquest for North America っていう本の書評だったんですけど、このハマライネンっていう学者はコマンチ族についての長文問題にも登場していますし、
彼の主張自体物議を醸す内容だから、英検の問題を作った人はハマライネンの本を読んでいるかもしれないと思うんですよね。で、僕がたまたま読んでいたアトランティックの記事に興味のある方はリンクを概要欄に貼っておくんで読んでみてください。で、たまにツイッターを見ていると英検1級の元ネタの記事を見つけてリンクをアップしている人がいるんですけど、アトランティックの記事が上がっていたのも過去に見たことがあるんですよね。で、僕は別の動画でも言ってますけど、長文問題のためにだけ書かれた打文を読むんじゃなくて、今世界で起きているニュースやアトランティックやニューヨーカーのような高級誌を普段から読んでおく方が勉強になると思いますし、逆に英検1級に合格していたとしてもそういう記事を読んで理解できなかったら意味がないと思うんですよね。で、英検の話に戻りたいんですけど、英検の長文問題は日本史や世界史の受験問題と違って本来予備知識は必要ないわけじゃないですか。だって内容を理解するのに必要なことは文章を読めば分かる構造になっていますよね。なのに英検1級の長文問題のスコアが低い人ってそれを読んでもピンとこないわけですよね。じゃあなぜピンとこないのか、それにはいろんな理由があると思うんですけど、そのうちの一つはコンテクスト、つまり文脈を知らないからだと思うんですよね。で、皆さんもちろん文脈っていう言葉の意味自体は知っているはずですけど、僕が何を伝えようとしているのか理解してもらうために、これから僕が今こうして使っている文脈っていう言葉の意味の文脈を具体的に説明したいと思います。英検の長文問題には少数民族の迫害、植民地支配、通説とは異なった解釈について書かれた話が多いと思いません？で、なんでそういう話ばっかりなのか、それはポストモダニズムの流れを受け継いでいるからだと僕は思うんですよね。英語発音で言うとポストモダニズムになるんですけど、ポストモダニズムを知らなくてもポストの意味だったら、このチャンネルを見て英語を勉強している人だったらわかるはずですよね。ポストっていうのは何かの後ってことなんですね。だから要するに、ポストモダニズムっていうのは文字通りモダニズムの後っていう意味なんですね。で、ポストモダニズムっていうのはモダニズム、あるいは近代主義に対する批判として始まった思想運動なんですよね。で、ポストモダニズムはモダニズムに対してだけでなく啓蒙主義に対しても批判的だったんですよね。で、啓蒙主義に関しては過去にリベラルとリバタリアンの違いを解説した動画でも取り上げているので、まあよかったらこっちの動画もチェックしてみてください。で、ポストモダニズムとモダニズムと啓蒙主義の説明を始めたらこの動画にはもう収まらなくなるんで、思いっきり話を単純化しますけど、啓蒙主義もモダニズムも理性と科学を使えば統一された一つの視点から世の中を理解できるって信じていたんですよね。だけどポストモダニズムは、いやそれは違うって主張したんですよね。ポストモダニズムは一つの視点から世の中を理解することは無理だ、なぜなら複数の視点があるからだって信じていたんですよね。で、これではまだ難しいって感じている人もいるかもしれないんで、さらに話を単純化しますね。例えば何か事件が起きるとするじゃないですか。そしたらみんな何が起きたのか理解しようとしますよね。啓蒙主義者やモダニストだったら客観的に考えると事件の解釈は一つしかないって主張するんですよね。だけどポストモダニストだったら、いや解釈は一つだけじゃない、解釈は何通りでもできるって主張するんですよ。で、この解釈は何通りでもできるっていう考え方が世界を変えたんですよね。じゃあ具体的に何を変えたのか、例えば歴史ですよね。それまでアメリカの歴史っていうのははっきり言って白人の歴史だったわけじゃないですか。まあ今もそうかもしれないですけど、だけどポストモダニズムがブームになったことも、まあ、要因の一つとなって、これまで支配や抑圧をされてきたマイノリティが自分たちのアメリカの歴史を語れるようになったんですよね。なぜなら解釈は一つだけじゃないからですよね。抑圧していた側の歴史と抑圧されていた側の歴史は違うわけですよね。で、これを抽象化すると絶対的な優位性を持つのが大きな物語なんですね。で、そしてそれを否定するのが小さな物語なんですね。で、英検に出てくる長文問題ってこの小さな物語が多いんですよね。少数民族の迫害、植民地支配、通説とは異なった解釈などですよね。そうやって簡単に言えば大きな歴史の裏側で起きていることじゃないですか。で、僕がズバリここだと思うんですよね。英検1級の長文問題のスコアが低い人や読解力が低い自覚のある人がつまずいているところは、だって普通の世界史を知らない人がいきなりその裏側の話をされても混乱するだけですよね。
もともとあった支配的な解釈を知らないのに、それを覆す解釈の説明をいきなりされても、どこに意外性や驚きがあるのかわからないじゃないですか。僕が初めに言っていた文脈を知らないっていうのはそういうことなんですよね。話の面白さを理解する上で前提として知っておかないといけない文脈を理解できていないんですよ。だから僕が読解力が低い人に世界史を知りなさいって最初に言ったのは、年号や名前を覚えろって意味で言ってるんじゃなくて、これまでの世界の大まかな流れ、または今世界がどう動いているのか、それを理解しておいた方がいいですよって言いたかったんですよね。それが分かっていたら文脈も分かるから、長文に書いてあることも理解しやすくなると思うんですよね。でそこでこれから皆さん一番聞かれたくないと思う質問しますけど、心の準備はいいですか？皆さん最後に本を読んだのはいつですか？僕が言ってるのはちゃんとした本です。参考書とかじゃなくて作家の書いたちゃんとした本です。で、 できれば、まあ、ノンフィクションの方がいいですよね。で、これなんですよね。読解力を上げる方法その3は、まあ、ズバリ言うと日本語の本を読めってことなんですよね。やっぱり英検1級の長文問題のスコアが低い人って本を読まない人が多いと思うんですよね。英語以前に日本語の本をちゃんと読まないと読解力はつかないですよ。で、しつこいかもしれないですけど、僕が言ってるのは記事じゃなくて本なんですよね。ちゃんと本を読まないと理解力のスタミナがつかないですよね。で、これからもっと厳しいこと言いますけど、英検1級の長文問題のスコアが低い人って、長文問題が仮に日本語で書かれてあったとしても解けていない可能性があると思うんですよね。だから本当に読解力を上げたかったら、まずは母国語で書かれた本をしっかり読んでください。それでは今日のまとめを言いますね。英検1級の長文問題を解けるほどの読解力を手に入れるために、単語と文法を覚える以外でするべきことは3つある。1、意訳をするな。2、世界史を知れ。3、日本語の本を読め。それではこれが面白かった、参考になったという方はチャンネル登録といいねよろしくお願いします。ありがとうございました。